おお、すごい。うわ、かっこいい。はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、はい、先日、行きました大阪の日本橋の、ヒーロー玩具ショップで買ってきましたね。はい、はい、こちらです。はい、スターウォーズ SH フィギュアーズのシャドウトルーパーです。はい、こちらですね、2015年に、うん、プレミアムバンダイで抽選販売されたものらしいですね。はい、価格は4500円だったらしいんですが、はい、ヒーロー玩具ショップでこれを発見しまして、はい、いくらだったかな、ちょっとね、価格覚えてないんだけど、うん、多分6000円ぐらい、ちょっと高めで売っておりました、うん、ただ欲しかったので買ってきました。はい、よかったね。はい、そうだね、うん、じゃあ開けていきましょう。はい、お、お、よいしょ。はい、おー、すごい。うわ、かっこいい。はい、こちらが SH フィギュアーズのシャドウトルーパーですね。はい、かっこいいね、これ。うん、びっくりした。びっくり、ね、かなりマットな仕上がりで、この目とかこのひげみたいなところとか、うん、シルバーになってますね。うん、かっこいい。すごいね。うん、超かっこいいじゃん。うん、普通の SH フィギュアーズのストームトルーパーと比較してみましょうか。うん、こんな感じだね。ほぼほぼ同じなんだけど、うん、全然違う、なんか、うん、全く違うね。ねえ、かっこよさ全然違うんだけど。ほんとだ。こちらのシャドウトルーパーはですね、透明になれるんだよね。うん、クローキング の装置をなんか多分つけてるんだと思うんだけど、はい、透明になってですね、うん、バトルフロントでもね、うん、透明になって攻撃してくるよね。うん、なんとかモヤモヤって見えるは見えるんだけどね。うん、可動は首、肩、腕、手首、胸と腰と股関節と膝と足首が動きますね。はい、付属は、手首パーツあと4つと、うん、あとライフル、ブラスターライフルが1つ入ってますね。はい、はい、これは普通のストームトルーパーと一緒だ。うん、じゃあちょっと手首パーツなど変えてポージングしてみましょうか。はい、はい、ではこんな感じでポージングしてみました。はい、いいね。うん、かっこいい。すごいかっこいい。はい、ストームトルーパーを並べてみましょうか。はい、同じポーズでね。うん、いいね。いい。多分ね、シャドウの方がお偉いさんだからこうだな。うん、こっちでちょっとあーってやっちゃったらこうね、シャドウがジョジョジョ。そう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 。ちょっと久々だからベイダー教も並べてみちゃう。あー、いいね。はい、2体並べてみましたけど、これはいいね。うん、ダークサイドだよ、まさに。まさにダークサイドねえ。黒黒だけどね、両方黒い。うん、でこの前にストームトルーパーがいると。うん、こうだ。あ、そうそう、そんな感じだね。いいじゃん、いいじゃん。2016年の12月に公開されるローグワンではこのシャドウトルーパー多分出てこないよね。うん、あのデストルーパーっていうのがね、新しいトルーパーが出てくるので、そっちがメインで出ちゃって、できればこのね、シャドウも出てきてほしいんだけどね。はい、あ、これは精鋭中の精鋭らしいからね。うん、本当は出てきてほしいんだけど、出てくることを期待しましょう。はい、はい、はい、ということで今回は SHP アーツのシャドウトルーパーでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、今度ね、ジャンゴフェットの SH フィギュアーズも出るみたいなので、それももちろんですね、はい、もちろん買って動画にしたいと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、かっこいいなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。